近くに未探索の洞窟がありますよ。異界で学んだ情報をもとに案内させてください。カモはいくらでもいる。野営地ですが、今は用がないでしょう。疲れたらまたここを訪れるとしましょう。採取を行います。何かに使えるかもしれません。私は装備強化のための素材を発見するのが得意です。今すぐ伝えることはあり、私は慎み深く余計な会話を挟まないよう意識しています。十分な戦果は残せたかと思います。共に各社様の信頼に応えましょう。私が拾ったものは各社様が優先してお使いください。敵ですね。今なら体力も十分です。とはいえ油断は禁物。警戒を。ここは魔法の属性付与ですね。お受け取りを。
これは素材として使うものですね。後々役に立つ場面があるでしょう。私は採取より攻撃行動を優先し、強敵に率先して向かいます。己を信じ、お伝えすべきことはないです。偽覚者王の尻尾をつかむことは大事ですね。ベルムントの東端に行ってみましょうか。そのあたりまでお連れします。心強い誘導です。任せました。またあそこに立像が見えますね。あそこに行く方法を探してみましょうか。私は何より回復支援を得意としますので、自己判断で手持ちの支援品を各社様にも使用させていただきます。私はここでお別れですが、アーチャーの有能様では雑用はあなたに任せるとしますか。さあどんどん行きましょう。先手必勝。敵から離れて回復魔法を使います。少しお待ちを。おや、見えますか。まあ、賢明です。追撃して殲滅するのが一つの手段です。なりましたね。さすが各社様です。まだ敵がいますよ。集中しましょう。まあ、悪くない。氷の属性を与えます。これぞ連携の妙というもの。この調子で次も仕留めましょう。ドクター方法は不作です。お控えを。みんな消極的ですね。これくらい平気ですよ。
ちらは目的地から離れますが。わかりました。あんな偽各社王の尻尾をつかむことは大事ですね。ベルムントの東端に行ってみましょうか。そのあたりまでお連れします。道のわかる人がいると助かりますね。その岩、動かせそうですね。何人かで押してみるとか。動きますかね。誰か押しますか。食後の語らいもいいですが、早く寝ないと。良い冒険は良い眠りあってこそですよ。この不届き者たちを。こちらです。どうぞ。属性を付与します。どうしました？そろそろ進まないと。各社様
いい連携でした。各社様、付近に案内できる場所があります。よろしければ話させてください。そこを探れば素材を得られますよ。得て損にはならないでしょう。ついてきてください。燃えた体を何とかしないと。頭部を伸ばしてやっぱり私が確認を壊して復活を阻止しますよ。回復魔法を唱えます。一旦そのままで。この氷の力で属性効果を。分かっていますよ。私が必要なんでしょ。これ、何かが書かれているようですね。内容を確認しましょう。美しい夜空、心を穏やかにしてくれます。出ましたね、リザードマンです。今は弱点攻めに効果的な手段がありません。いい攻撃ですね。先行役ですか。我々にふさわしいですね。ここは魔法の属性付与ですね。お受け取りを。逃がすと思ったんですか。この体、急いで消火を。仰せの通り、先行しますよ。明治の深く
うしてみると我々の職は全て異なっていますね。互いに得意とする能力は違いますから、それぞれの持ち味を生かしていきましょう。払いをせよと、ええ、やりますとも。確か忘れられたリムストーンが近くにありましたね。異界情報としてそこまで案内できますよ。なんだか貧乏くじを引いた気分ですが、やるしかないようですね。一社ですか。うまく使えば旅が楽になりますよ。気力と体力を温存できますが、安全かどうかは状況によりです。夜食作らないと。こちらです、どうぞ。各社様、付近に案内できる場所があります。よろしければ話させてください。氷の属性を与えます。いい攻撃ですね。私は最初より攻撃行動を優先し、強敵に率先して向かいます。己を信じ。時には。ついてきてください。各社様、少し軽量化をお考えになっては。
拠点に戻って整理するの。一案ですね。道はこちらです。スケルトンがいます。継続性攻撃を与えましょう。効果がある。魔法の力で属性効果を付与します。私の背後に。魔物が何かを起こしました。そこに何かありそうですね。とにかく調べてみなければ。ベレッタのだ。後悔させてあげましょうか。ではこちらへ。と思ったんですが、異界のマスターは戦闘志向も様々です。遠距離職のみのパーティーもありました。人それぞれなのだなと感じます。今すぐ伝えることはありませんね。装備を強化できる素材があるようですね。地図に記しましたの。採取します。後に役立つ時があるでしょう。敵から離れて回復魔法を使います。少しお待ちを。火の特性を付与します。
忘れられたリムストーン、異界知識ではこの付近にあるようですね。案内いたしましょう。私に案内させてください。せっかくの知識を役立てる好機です。感謝します。先導をよろしく。ついてきてください。この氷の力で属性効果を。ようやく日が昇り始めるようです。あと少し、ここを乗り切れば。到着しました。偽覚者王の尻尾を掴むことが大事ですね。ベルムントの東端に行ってみましょうか。そのあたりまでお連れします。道のわかる人がいると助かりますね。私は支援行動を従事し、常に各社様に寄り添います。戦いにおいては各社様の行動に準じます。体調は万全ですか？では行きましょう。こちらです。どうぞ。こいつが見つかる場所はいつも独特ですね。入手できたことを素直に喜びましょう。いいですね。これは我が異界のマスターに伝えるべき情報ですよ。
白者様、こちらですよ。呼んで差し支えない勝利でした。この紅葉が我々をさらに高めるでしょう。不要な所持品が増えすぎていませんか？私に任せてくだされば、余った品を適宜買い取りますよ。そうそう、我々ポーンの間での噂なのですが、ポーンが異界に渡るとある特殊な病にかかることがあり、発症すれば周りの全ての命を脅かす最悪になるそうです。病は一時的に我々を興奮状態にするようですが、最終的には誰の言うことも聞かずに暴走し始めるのだとか。なるほど、我々にそんな兆候が現れたら警戒しなくてはなりませんね。誰かの野営の跡がありますね。まずはこの場所覚えておきましょう。リザードマンです。雷の力を増やします。覚めなくなるかと。感謝します。そこを探れば素材を得られますよ。せっかくですから探ってみては。
食事の後はすぐ眠くなりますね。さあ、では寝ましょうか。まだ冒険は続きますから。